今何時？やば、7時半？8時発の飛行機に乗らないといけないのに。ごめん、遅れちゃった。チケット買い直したし手続きするね。これで大丈夫っと。あれ、エラーになる。なんでなんで、番号も間違えてないのに。ちょっとスタッフ、めっちゃムカつくんだけど、どうにかして。こちら1ヶ月後の日付でご購入されてます。ごめん、またやっちゃった。しまゆうのアトリエ。派手な見た目、破天荒な行動、タメ口、独特なワードセンス、一目見たら忘れられない超個性的 YouTuber フワちゃん、本名フワハルカ。子供の頃から明るい性格で人を笑わせるのが好きなクラスの人気者だった彼女。当時から凡人とはかけ離れた感性を持っていた。それで進路はどうするか決めたのか？ベッキーみたいになりたいから高校には行かない。あのな、ベッキーは大卒だ。ベッキーに強い憧れを抱いていたのであろう。彼女が大学へ進学していることを知り、自分も大学に行かなくてはならないと決意したフワちゃん。高校は東京都立商用高校に進学するも1年で退学。しかしその後、定時制の高校を経て東洋大学の文学部中国哲学科に入学。小学2年生から小学4年生までロサンゼルスに移住していた帰国子女でもある彼女は、大学で中国語を学んだことで英語、中国語、日本語の3カ国語を話すトリリンガルとなった。そう、実は彼女は秀才なのである。そんな彼女が芸能界へと足を踏み入れたきっかけ、それは。ねえ、はるかって将来どうするの？早稲田のお笑いサークルとかにも行ってるし、はるか超面白いから芸人になったらいいんじゃん。いいね、テレビ出てみたい。でもさ、お笑いって言ったら吉本じゃん。吉本の養成所って学費がめっちゃ高額なんだよ。だから諦めた。何その理由？今調べたら渡辺園エンターテインメントの養成所はローン組めるみたいだよ。ここ行けばよくね。え、マジで？早稲田のお笑いサークルにも所属していたフワちゃんは、テレビに出たいという気持ちと、大学時代にギャル友から勧められたことが芸人になるきっかけだった。一時は吉本興業の養成所の NSC は入学費が一括払いで高額のため諦めるが、ローンが組める渡辺コメディースクールに18期生として入学。スクール入学後は養成所時代から2度コンビを組んで活動したが、相方の引退などの理由でどちらも解散。コンビ解散後も渡辺エンターテインメントに所属し活動していたフワちゃんだったが。おい、お前、事務所の床に座るな。はーい。なんで怒るの？ムカつく。お前、何様だ。若手コンビの時代から超大物の松本人志の楽屋に勝手に挨拶に行こうとするなどの問題行動があったフワちゃん。この重役を怒らせた事件がきっかけで事務所を解雇されてしまい、その後はフリーで活動。2018年4月に YouTube チャンネルフワちゃん TV を開設。個性的でカラフルなファッションとギャルのような言語センスが受け、一躍人気者に。またテレビではフワちゃん特有の物おじしない性格と強烈な個性で、2020年の上期には100本以上の番組出演を果たし、上半期最も活躍した芸能人2位、ブレイクした芸人ランキング4位を獲得。 YouTube 発祥の芸人として一時はテレビで見ない日はないほど活躍していた。しかしそんな彼女にはある大きな問題があった。おい、フワは？ごめん。遅刻するなよ。毎日遅刻してるじゃないかよ。言ったじゃん、有吉さんは早いから10分前までに降りてきてって。服が決まらなくて。時間だけは守れって言ってるの。それ以外は自由にやってもいいし、敬語使わなくてもいいから。なんでできないの？わかんない。じゃあ明日は注意してね。はーい。あ、おはよう。なにこれ、フワちゃん全然反省してないね。社会人としての常識ないのはどうなの？フワちゃんなんかムカつくんだよな。出てきたら大体チャンネル変えるわ。有吉さん素敵ですね。あんな風に叱ってくれるだけでもありがたいことですよね。フリーになり事務所から怒られることがなくなったフワちゃんは、様々な現場で遅刻を繰り返していた。2021年9月に放送されたフジテレビ土曜プレミアム有吉の夏休み2021で、有吉はフワの遅刻癖を厳しく注意。有吉は時間をきっちり守ることで有名で、過密スケジュールをこなすためにプライベートジェットを用意するという周到ぶりを見せたこともある。1時間前に現場入りすることも当たり前の有吉にとって、フワちゃんの遅刻癖はどうしても気になるのだろう。またフワちゃんは遅刻するだけでなく、相手を怒らせるような対応をすることもしばしば。今はフリーなんですよね？そうですね。
もともとは鍋プロさんにいた？クビになっちゃった。それはなんで？まだコンビ組んでた頃に TBS にオーディションに行ったのね。まっちゃんの楽屋を見つけたから挨拶に行こうと思って、まっちゃんと面識もなかったし勝手に行こうとしたらスタッフの人にすんごい怒られちゃったの。事務所の人にお前のこと言うからな、いい加減にしろよって言われた。自由すぎて怒られちゃったってこと？そうだね。でもクビになった一番の原因はこっちかな。事務所の床に座ってたら、お前床に座んなって怒られたの。ムカついたからその人の後ろ姿に中指立ててたら、ガラス張りで夜だったから反射しちゃって、しかもその人事務所のお偉いさんだったらしくてクビになっちゃった。2020年8月放送のダウンタウンナウのコーナーの一つ、本音ではしご酒にて自らクビになった理由を暴露。自由奔放でやりたい放題のフワちゃんだったが、テレビに出れば活躍していた。テレビで活躍し続ける彼女にはこんな声もあった。遅刻はダメ？僕は未だに遅刻をよくしますよ。成果さえ出せればいいじゃないですか。いやダメでしょ、ちゃんと時間守りましょうよ。そうですか？例えば成果を全く出していない人が時間通りに来てもいらなくないですか？能力のない人ほど遅刻しない自分すごいって言いたがってる気がしますけどね。確かに芸能界は実力主義だが限度というものがある。これまで度重なる遅刻をしてきたものの、そのキャラや周りの優しさから許されていた。しかしついにフワちゃんは遅刻によって炎上してしまう。日本の芸人さんはいつに来る？すみません、さっき連絡があって飛行機に乗れなかったそうです。もう少しかかりそうです。またフワちゃん遅刻かよ。こういう時くらいしっかりしてくれよ。からのみんなもごめんね。いつも遅刻してるの？すごい人ですね。フワちゃんが遅刻した番組は1月15日に放送された行列のできる相談所3時間スペシャルの朝食が美味しい宿を教えてほしいという企画。韓国でカラのメンバー5人とロケをする予定だったが、パスポートを忘れてしまい大遅刻。カラのメンバーたちを3時間も待たせてしまった。フワちゃん、韓国でカラを3時間も待たせたって何様だよ。せっかくカラが活動再開して頑張ろうとしているところなのに。ドジなのはわかるけど、いい加減対策しろ。なんか最近見てて不快だわ。テレビでは笑って許されているような構成になっていたが、視聴者からはこの遅刻は受け入れがたく非難の的になった。2021年には視聴者が見たくない芸能人1位にもなっており、この事件でさらに視聴者の評価が下がったのは間違いないだろう。さらに視聴者だけでなく、このような対応を繰り返すフワちゃんは共演者やテレビ関係者の評判も良くない。フワちゃんさ、楽屋でのスタッフとの会話を勝手に SNS にアップしてるの。挨拶も面識もないのに勝手に、もう盗聴器だよね。私とフワちゃんの楽屋が近かったみたいで、楽屋の声がうるさいって SNS で投稿してるの。私はいいけど面白いと思ってやってるの。あんたいつか消されるよ。何度殴ってやろうと思ったか。よく見りゃ妖怪みたいな顔してるな。いつも遅刻。遅刻は当たり前。珍しく早めに来たと思ったらテンション高く喋りまくったり、 SNS の投稿したり、勝手に写真撮ったりとやりたい放題。付き合いきれませんよ。一定その視聴者からは反感を買い、テレビ関係者も扱い方にかなり苦戦をしている様子であった。毎回反省のようなものはするが、全く治らない状況についにはこんな声も。フワちゃんの遅刻癖は以前からですよ。少し前に遅刻癖でテレビ局出禁危機などと報じられたこともあったほどです。では本当にフワちゃんがこのままテレビから消えるなんてことも。今までは高い需要とキャラで乗り切れてましたが、入れ替わりの激しい業界、しかもフワちゃんの遅刻はいつまでも治らない。もしフワちゃんの代わりになるような新しく使いやすい人が出てきたら、フワちゃんはすぐにお役御免になるでしょうね。事務所をクビになったり、仲のいいメンバーから厳しい意見をもらっても変わらないフワちゃん。周りに叱ってくれる人がいるだけでありがたいことだが、フワちゃんは怒られることを何よりも嫌う性格。その上個人事務所のため誰かに怒られる機会も人より少ない。このような環境で自由気ままな活動を続けるフワちゃんのスタンスは、椅子取りゲームの激しい芸能界でいつまでも通用するのか。確かに成果を出せればそれでいいという考えも一理ある。実際にそのような形で一線で活躍する著名人もいるだろう。しかし成果を出しつつ遅刻もしない、そう有吉のような存在と比較した時に、どちらかを選ばなければならないとしたら答えは明白だ。フワちゃんの良さはその自由奔放な性格。もしその良さを生かしつつ周りへの配慮ができるようになれば、今まで以上に芸能界 YouTube 界で活躍できるのではないだろうか。フワちゃんの今後の活躍に期待したい。